素晴らしいあのジブリのね、あの千と千尋のあの曲を聴かせていただいて感動しました。でもあのジブリにも負けないほどあの石の森さんも強いということで、今日はですね、日記館さんでのあのオープンマイクということなんで、コーヒーのようにあの漆黒のデザインのダークヒーローの曲を、お届けしたいと思います。ダークヒーロー、聞くとどんなことを思われますかね。例えばウルトラマンで言えばバルカン星人とか、ゴジラで言えばキングギドラとか。で今日ご紹介しますのは、人造人間スカイダーの悪役で赤いダーマグロ資料を持ってきましたので、こういうキーを入れてダークヒーローよかったえー、と設定がかなり尖っているキャラクターでして、ちょっと説明しますと、世界征服を狙うダークの、首領であるプロフェッサーギルは、度重なる、作戦後はスカイダーに邪魔されて失敗するわけですね。で、スカイダーを作った光明寺博士がスカイダーよりもさらに強いロボットとして設計していたハカイダーを製作します。でこともあろうにですね、その光明寺博士の脳細胞をそのまんま、ハカイダーの頭部に移植します。つまりヒカイダー二郎にとってハカイダー三郎は自分の弟でありながら、頭にお父さんの父親の光明寺博士の脳細胞というか、弟でありながら父親でもあるというもう複雑すぎる家庭環境なんですね。そういった、機械ダーに登場する破壊ダーの歌を、お届けしたいと思います。まず1曲目、破壊ダー三郎って今言ってるんですけど、人間の姿であったり剣をこうかざして、ロボットに変形したりするんですが、人間の時は三郎と名乗ってるんですね。二郎の弟が三郎なので、その三郎のテーマまず聴いてください。神の歌う共に色が
国と地下の破壊権、頭に父を住まわせて、殺しの標的兄を、しじまを破るその音は死神の歌。